はい、どうも、ルーでございます。スパラボ DD やっていきたいと思います。そろそろね、俺もね、制圧戦とか迎撃戦とか、ちょっとね、頑張りたいんですけど、制圧戦、一個もクリアできない。なので、ちょっとまあ、多分パイロット強くするしかないかな。もう結構ユニット自体はある程度強くはなってるんで、すごいのがさ、アクアビートがめっちゃ強いのね。39,000ガオガイガー超えてるからね。あれサポートユニットつけたいんだけどね、ちょっとなかなかいないんですよね、いいのが。さあ、今日はね、ガチャいきます。制圧戦、迎撃戦か、迎撃戦用に行きたいんですけど、どれがいいかなっていう。あと1日か。すごい悩んでますね。自分が使ってる機体がやっぱりないとちょっとしんどいよね。本当はキュリオスこれ欲しいけどね。趣味でね、趣味で。亡国のアキトも育ててないから使い道がないんだよね。ユニコーンはありなんだけど、これユニコーン出るとは限らないでしょ。エヴァか。ちょっと待って、エヴァ。これじゃわかんねえか。強化。エヴァ。1号機、初号機か。2号機は持ってないな。多分1個ぐらいはあったような気がするんだけどな。2号機ないね。そうなるとまた話変わってくるからな。あー、でもウィングガンダムがあんのか。でもまあ、結局広げないと迎撃戦とか勝てないもんね。いきますか、エヴァ。こっちよりエヴァの方が多分育ててるから。いきます。これ無料があるの嬉しいね。いけ！あ、ちょっと先にレアガチャ引くの忘れた。お！あ、そっか、確定なんだ。うん、ちょっとすいません、レアガチャいきます。チケットもたまったんじゃないかな。結構49枚。いきます、ぶっ放します。おお、2枚来い。2枚来ない。おお、ベルト打ちか。防御力ダウン3、タイプ強化4、運動性。これでもあれだよな、命中型のニューガンダムにはちょっと合わないんじゃないかな。
ゼータとかかな。あ、いいね。ジャスティスのフォルティスビームが2個。あ、ニューハイパーバズーカ。スラッシュハーケン。いいっすね。チケットガシャ。で、SR、これ引いていきますよ。ニューハイパーバズーカ。まあ、限界突破していくしかないからね、あとは。ガチャ引くより限界突破素材とかって、お、いいね。ホロニックブレイド。ウィンザード。ウィンザードも強くできるかな。俺、グランゾートが持ってないんだよね。05機か。うん、これはいらん。チケットガシャ。2枚か。バックスピンキック。あ、いいね。徹夜のオーブ手に入った。超合金ニュー Z。タイプ強化4。これグレートマジンガー使えるようになるんじゃねえかな。ワンダーレスとか、まあ特性アップだな。オッケー。戻りましょう。10連。頼む。エンドレスワルツ。ヒーロー。これ、確変ないんだよね。フォルテスビーム、なんで連続で出んだろう。神がウィンザードを育てろと言ってんだけど、なんでグランゾード全然出ないの？ああ、これいっぱい持ってんな。特性アップですな。無料。無料で1個手に入れられれば、起きた。あざっす。あざます。おお、いいね、タッチ。オーブン、三日月のオーブンも手に入ったし。おお、千人丸の連続斬り。これがね、期待なんだよね。まあもう正直でもう3体どれでもいいです。もうパワーアップできるんで、俺のデッキが。3体とも出てほしいけどね。1体です。スラッシュアーケン。ここら辺の特性アップはかなり使えるからな。
サイコガンダム使う人っているのかな？わかんないけど。これ、エヴァだったら熱いな。パレットライフル来たから。おお、オッケーオッケー。ローリングバスターライフル。これ初めて見たとき、すごいもん、すごいこう、恐ろしさを覚えてる。エネルギーどっから出してるの？みたいな。めっちゃかっこいいよ。ヒーローのオーブンを手に入って、回転走射、え？回転照射。必殺技威力が上がる。3、ビーム。これは、収穫と言っていいんじゃないでしょうか。どうしよっかな。引こうかな。でも、あと4日で更新されるでしょ。やめとくか。やった。マップ演技なんだ。オーブ？ガシャコードか。すっげえいっぱい手に入った。ショップ。ショップ。アイテムショップ。61。これか？ワールド解放機63個持ってるもんな。限界突破がいいか。オッケー。収穫あり。というわけでね、チームの幅が広がったと思います。これからも頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。それでは、ルーでした。お疲れ様です。